シャーン・ファードゥツ駅は、リヒテンシュタイン公国シャーンにある、オーストリア国鉄401号線の駅である。事実上、リヒテンシュタイン公国を代表する駅である。リヒテンシュタイン最大の都市、シャーンの表玄関駅となっている。なお、首都、ファドゥツからは東駅より、スイスのゼーフェレン駅の方が近く、停車列車も多くなっている。ホーム一面一線の地平駅。他に、 フェルトキルヒ方面のみから入線可能な側線を一線持つ。平日に限り、快速、普通合わせて、1日9往復が停車する。土曜日、休日は全列車が通過する。なお、停車する全列車が、スイスリヒテンシュタインオーストリアの三カ国を結ぶ、国際列車である。作業は、快速、普通とも、全列車が自駅、ブックス止まりである。は、 快速一本と普通八本が停車し、すべてフェルトキルヒ行きである。快速は、ネンデルンフェルトキルヒ観音ストップで運行される。リヒテンシュタインを走る鉄道と、駅駅周辺は、リヒテンシュタイン最大の都市、シャーンの市街地となっている。首都、ファドゥーツは3キロメートル以上離れている。リヒテンシュタイン港国際生誕の駅である。スキー場のリフトを除くと、 リヒテンシュタイン最南端の駅でもある。ありがとうございます。